お、夢丸さんが1位になるかもしれないです。来ましたよ。はい。一番浮気そうな人は。あーあー、これはですね、いや待ってよ、いや意外と哲也だと思うんだよ、それは。うん、いやどうだろう、哲也って浮気はしないかもしれない。いやどうするか、するわ。いや実績的に俺か。そう、普通に夢鉄島ら辺で、そんな実績やんの。実績で言うと色々1位が硬いんだけど。そうね、女遊びっていう、その話全部をね、イメージがあるね。まあそうですね、イメージ系ですかね、これは全て。いや俺じゃないか。うん、ゆめまるの浮気話より俺の女遊びの話の方が多分そっちイメージについちゃうから、ね、強いと思う。ゆめでつゆめね、女子じゃあ絞いよ。えお前にとっておくじゃん、とりあえずとりあえず覚えておくじゃん。一旦し、いや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 、いや、これはさんない。え、でも他、俺らに浮気するイメージマジなさすぎない。しないし、両虫で言うと両のが悲壮じゃない、どっちかというか、うん、正直こっからしたら消極だと思うんだよね、うん、まあまあまあ年芝芝4ってダメだろ。この予想、まあ、あるからね、前科が。いやでも別にやれらんねえ。浮気は前科ってなことになってる。浮気はしてない、浮気してねえか。タイヤマッサージ蒸し返さない。いないところでいいですか、はい、ここで、はいはい。1位鉄、2位夢、3位年、4位芝、5位亮、6位牛。なるほど、1位 46.1%。 強い。哲也くん、はい、いや違うよ、違うんだよ。無理ですよ。いや無理無理。まあね、フリーな側に話してるからね。 37.2%、 これ夢丸だろ。夢丸です、はい。そして3位、うん、10.6%、 芝優です。はい、本当に3だったの。本当にイメージある。まあまあ動物だからな、あいつは。じゃあこっからは、はい、4位、悪すぎるじゃないですか。 3%、低いね。低い、もうないよみたいなもんか。りょう、おお、やっぱあれだ、もうモデル系のお姉さんにちょっとね。そう、りょうくんはこれは浮気じゃないってって言って、あの女の子とご飯食べ行くとか、そういうねやつかもしれないよ。ジローラムだ、ジローラムだ。違うってば。で、じゃあとしみしか。としみつは 2.7%、 うん。虫眼鏡は0.4% だよ。なんだよ、これは本当のことですね。嘘つきだよ。いやいやいや、嘘つきだよって言わないで。ひどいね。なんでだよ、風評被害が出てますよ。弟にするなら。これはね、弟か、俺じゃないですか。これは割れてて面白い。いや確かに分かんねえよこれ。いや寮ではないでしょ。寮は絶対お兄さん。牛さんは、いやお兄さん、いとこお兄ちゃん。単純に末っ子はここ二人だから、その属性を持ってる。俺末っ子すぎるってコメントめっちゃ見る最近。いやでもそう。じゃあトシ母性本能くすぐられるよね、哲也。俺はそうなんだよ、ね、そうなんだよ、長男っぽくもないじゃないか。俺どっちかというと息子の。いやでもお兄ちゃんだから、もう現実的に、そう、事実としてお兄ちゃんだから、お兄ちゃんとしての補正はもう外れない。都市鉄、都市鉄、芝だって。俺弟か、弟か、芝居今の弟じゃなくて。でも芝居弟のイメージもないよ。そうだね、離れてるからね。芝居言うかもしれんな。どっちが弟っぽいかって言ったらそうだ。面倒見たくなる系じゃないだから。あ、で、夢丸だと思う。で、虫りょう。まあ、りょうは6だろうな、これは、うん、はい、とし、てつ、しばゆう、夢、虫、りょう。すごいね、てつと、とし、だけ逆です。あれ、俺が一番。てつや 31%、 としみつ 21%、 マジか。しばゆう 18.2%、 じゃ絶対みんなに見ない。夢丸が 14.5%、 僕が 8.4%、 りょうが 6.7% です。うん、してください。なんて言ってました。えなんて言いました。いや、紐にしてください。紐にしてください。哲也くんのね、あの養いたいという方はですね、あのウーム株式会社までね、アンレターの方送ってくださいね。ダメだろ。ネット文字機お前公開でやんの。ついにお姉ちゃんまで募集し始めるっていうね。お姉ちゃん実際欲しくない。いや欲しい、憧れるよね、うん、マコリンの AV 見てから。すごい、あのお姉ちゃん欲しいっていうサブちゃんあげたじゃないですか。だから僕、私会で地方行った時にめっちゃお姉ちゃんになってあげるよっていう人いっぱいいて、すごいあの楽しかった。エッチだった。いや、浮気するわ。いや、0.4% なんです。臭いね、イメージ。そうだな、イメージ強いな、浮気しなさそうっていう。浮気できるもん。確かに。なんだよ、これ。ほんとだ。しねえ。してもしてねえよって言う。地方でやってるわ。やってません。地方はね、がいっぱいいるわ、これは。地方はね、欲しいな、今や。今や僕、浮気とかないからな。自由だな。個人でも活躍できそうなのは、うーん、いや哲也だろ。
いや虫さんじゃないかな。ええよ、としみつすぐ来ると思うけど。あ、でもな、でもあれだな、なんだろ、個人でも徹夜は1位、さすがに個人に活動してるのは虫さん、本やったり、うん、そうだね、その実績がここなんだよ、やっぱり。で、トシ、まあ、トシはイベントが強いしね、うん、でもなんだろう、強烈なインパクト芝居があるからわかんないね、芝居の方が上な気がするんだけどな、うん、まあ、どっかに放り込めるもんね、一人でやっていける、一人でしょ、一人ってなると芝居一人ってタイプでもないか、一、うん、人って本当にさ、何小散歩でいいの、そのこういうこと鉄散歩みたいな、いや、多分活躍の場が広がりそうな人ってことじゃないかな。まあ、何も分かんないですけど、個人でも活躍できそうなのはとしか聞いてないですね。でも個人チャンネルとかあるから、夢丸はどこで、うん、でも俺ね、ゴー、芝居よりもあんかなってちょっと思っちゃった。いや、あいつはやっぱその、なんかいろんな軍団の中にポンって放り込めるから、そういう個人で言えば、芝居よりも俺より上だわ、うん、だ両芝居入れ替わるんじゃないかなってちょっと思う、うん、そう思う、入れ替えますか。一人でもやっていけるって YouTube での話か、そもそも。いや、多分広いと思う、広いと思う、うん、広く撮ってると思う。 YouTube がなくなった場合みたいなの考えてる。 YouTube なくなった場合を考えた瞬間、鉄芝はマジで死ぬじゃん。これは8ぐらいだよね。だよね、8、鉄は8位の芝より13位だよ。そうなるとさっきの弟とかより俺ひも、晴れてひもになるから。弟にしたい人は言ってますからね。まあ、さすがに YouTube 出たな。はい、こちらですね、鉄、無視、都市、芝優、良、夢。お見事。おすごいね、なんかすごいね、みんな理解しちゃってんだよ、すごい。てつやが 36.4 で、僕が 36.3 です。おー、で役割分かってんだよ、芝居が 9.、あ、間違えた。で、としみつが 11.4、 芝居が 9.7、 え、りょうくんが 5.8。 え、夢丸なんだこれ、見えねえな。おいおい、 0.4% です。なんだそれ。見えな、見えな、な、歌とか関係ないんだね。うん、その何で入れたかによるよね。なんでだろうね、俺何も出してないわよ、うん、だから不平等になっちゃうってことなのかな、うん、何もなしで考えた方がいいってことなんだろうね。どうなんですかね、まあ分からないですね、うん、ここは。はい、これか、嫉妬深そうなのは。うわ、嫉妬深そう。年、これ俺1位な気がする。年虫らへんじゃない。いやでも俺は上位に来る気がするんだよな。そう、いや、そんな意味ない、絶対ない。りょうくんはね、いや、夢丸来るよこれ。俺来るか。来ないで。なんだろう、ここだと思うな、りょうくん。こう、うっそ、鉄、芝じゃねっていう。俺さ、イメージで言うともうちょっと上かもしんない。そう、イメージで言うと、そう、イメージの話だもん、これ。あ、そうか、そうか。鉄也はどっか、何かによるしな。いや、芝居は6か。うん、確かに。あいつ、マジ無関心だよ、これ。いきます。はい。1、都市、無視、鉄、夢、両、芝居。ほう。1、51.8%。すごっ。都市光。うん。これどうなの、これはいいのか悪いのか分かんないね。分からんね。まあでも、うん、まあでも情に熱いっていうも取れるよね。うん、と向かいそう。あ、もういろいろと、いろいろ熱いっていうことだよね。まあパワープロでいうと、あの赤と青の特能みたいな感じだよね、ムラッケみたいな、うん、あ、いいとこもあるし悪いとこもある、よく分からんすよね。熱いハードってことでいいんじゃないですか。第2位 16.9%、虫眼鏡です、うん、まあ確かに僕は連盟なんでね。3位 10.5%、てつやです。おお、4位 9.9%、 しばゆです。おお、しばゆ嫉妬深い感じマジでなんだ、うん、でもあれだよ、あのさ、としみつもさ、誕生日プレゼントを2000円でドン・キホーテで選ぶときにさ、りょうがとしみつ甘いもの好きなんだよって言った時にさ、なんで俺のことしてなんかしどのまのみたいな言ってたから、それかもしれない。そんな古いなんで6年前の誰も分からんじゃん。で、6.3% 夢丸、うん、りょうくんはですね、4.5% です。なんだろう、りょうくんは余裕あるように見えるんですよ。そういう考え、なんかドライと捉えられたら嫌じゃん。いやでも、嫉妬してるとこ想像できないんだよね、りょうくんは。寛容なイメージある、心広い順の、うん、寛容な順下かなと思って。寛容さはあるわ。ね、りょうくん今日どこ行ってたの、誰ととか言うのちょっと想像できないもんね。めちゃくちゃ言うかな。俺めちゃくちゃ言ってる。言わんけどね。基本的には。はい。一番好きな声なのは？一番好きな声。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 まあラジオある人。声。歌出してトシさんだと思いますよ。ああ、トシ。トシ。芝居もいい声。芝居もいい声。いやでも量がこの辺でどっちかなって感じだろうな。好き嫌い分かれるな俺は。いい声か。いやこうじゃないっすか。イケボー、イケボー的にしばゆうは上な気がするな。イケボーが選ばれてるわけじゃないからね、これ、むずいとこだね、うん、好きな声だね。
だから声って言われてよ、どっち思いつくのは芝居の方が。あ、そうだね。僕割と声おぶすだけどね。いや、なんかだから好きなイメージ。なんかね、癖が、印象が、いかに特徴があるかと思う。まあ特徴ないよりはって感じか。そうだね。癖がある方が。単純に滑舌悪いしね。そうなんだよね。別になんてことない声をしてるからな。夢どう？いや、俺ここだと思うよ、これ好きな声が。夢私、夢丸の声があんま聞いたことない、うん、聞けない、あんま話してないからまず夢丸こんな声だったんだ、たって突っ込むところだよね、今突っ込むところなんだよ。いや、俺多分5だと思うな。量え俺だって声のイメージじゃないよ。まあでも、でもイケボぶってるじゃんか。ブルブルって言うなよ。てつはイケボで喋ってるけど絶対ビーフジャーキーって言うもんね。ビーフジャーキーイケボ。あ、ちょ、ちょ、りょうと大学中にどっちがイケボかで行くよ。ビーフ、あ、好きなやつ。ビーフジャーキービーフジャーキービーフジャーキー。いや、お前言いなるだけやろ。普段の声やんけ。なんかあれあるじゃん、動画の中でナレーションだったりそういう方で言うと俺のやってるから。1位、虫と芝、鉄、りょう、夢。1位、35.5%、虫眼鏡。うわ、強いな。嘘じゃん、もう。いやいや、そんなことないって言うんですね。2位、23.3%、としみつ。うん、まあここまでは。3位、16.4%、しばゆう。おー、おー、来るんじゃないこれ。4位、11.2%、りょう。おー、ここも逆なの。なるほど。5位、8.8%、てつや。うん、4.7% 夢丸でございます、はい、何笑ってんですか。いや、あいつさ、いや、笑かせようとしてるでしょ、お前。先輩がさ、動画撮ってんのに、お前そんな大事にカメラの上で何やってんだ、お前。水溜りボンズ絶対ありえないから。だいぶ内股だったよね。怒ってるな。こんなの一人で自行してるみたいな。足だけでいけるかみたいな。酔っ払い会はあれだ。あなた調子乗ってるの。短パン短すぎるんだよ。すいません。